みんなの間に知を広めるバーチャル YouTuber の相田千尋です。今日から皆さんに4択クイズの作り方というタイトルで何回かお話をしていきたいと思います。皆さんはクイズを解くということはこれまでにしたことがあるっていう人もたくさんいると思います。例えばテレビでクイズ番組を見るとかですとか、クイズゲームをやる、そういう場でクイズを解くっていうことをやったことがある人はたくさんいると思います。けれどもクイズを作るってことについてはあまり馴染みがない人が多いんじゃないでしょうか。そこでこれまでにクイズゲームをたくさん作ってきたキュリオシストからクイズの作り方ということをお話をしていきたいと思っています。キュリオシストではクイズ制作のノウハウをミクロクイズ制作論とマクロクイズ制作論の2つに分けてるんですけども、ミクロクイズ制作論っていうのは一問一問のクイズをどのように作るかを考える。マクロクイズ制作論っていうのは、例えばクイズ番組やクイズゲームのようにこうある程度の数のクイズを用意するって時にどのようなクイズをどのように収録するかを考えるということです。で、今回はまずミクロクイズ制作論の第1弾ということで、クイズの形式、そして悪夢を避けるとはどういうことかについてお話ししていきたいと思います。皆さんはクイズと聞いてどのような形式のクイズを想定するでしょうか。例えば日本一高い山は富士山のように一つの問題に対して一つの答えを言い当てる、こんなクイズが最も単純な形式のクイズだと思いますが、このようなクイズを一般には一問一答と言われます。他にも日本一高い山はどれ、 A 御嶽山、 B 大雪山、 C 富士山、 D 阿蘇山で答えは C、 このようなクイズのことを選択形式のクイズと言います。あるいはこんなクイズもありますよね。日本一高い山は富士山である、丸か×か、答えは丸、これは丸×クイズ、こんなクイズもあります。次の山を高い順に並べなさい、 A 御嶽山、 B 大雪山、 C 富士山、 D 阿蘇山で答えは C、A、B、D、 このようなのは並べ替えクイズと呼ばれますね。こんなクイズも考えられます。長野県内またはその県境にある山を3つ答えなさい、で答えは例えば御嶽山、乗鞍岳、車山、このようなのは一問多答クイズって呼ばれます。ちなみにキュリオシストがこれまでに主に作ってきたクイズっていうのは選択形式、特に4択のクイズ、そして択一式、複数の選択肢の中から答えを一つ選ぶクイズっていうのをたくさん作ってきました。なのでこれからの話というのも基本的には4択で択一式のクイズの話が多くなってくるかと思います。さてこれまでいろいろな形式のクイズを見てきたわけですが、クイズに必要な要素、どんな形式であっても必要な要素っていうのが2つあります。1つは問題、そしてその問題に対する正しい答え、これが揃って初めてクイズはクイズになるわけですね。まあ、例えばこう人はなぜ生きるのかっていう問題があったとしましょう。これに対してこう何らかの答えを出すことはできるかもしれないですけど、それが正しいかどうかっていうのはまあ誰にも判断がつかないわけです。なのでこの問題はクイズにはならないわけですね。クイズを作る上でまず大事にしたいのは悪問を避ける、作らないということです。悪問とはどういうものを指すかっていうと、さっきのような正解が存在しないもの、あるいは択一式の場合でしたら複数の正答が出てきてしまうもの、答えは一つだけって言ってるのに二つも三つも正解があったら困っちゃいますよね。このような悪問を避けてクイズを作るか、これがまずクイズを作る上で大切なことになってきます。そうした悪問を作らないためにどのようなことを心がけてクイズを作ればいいのか、それはまず適切なソース、情報源を使ってクイズを作るということです。例えば書籍、本を使ってクイズを作ることを考えます。本でもフィクションはもちろんダメですけど、ノンフィクションの中でもこう教科書や資料集といった事実をありのままに書いた書籍を選んでクイズを作るといいですね。資料集として具体的にこうキュリオシストを使っているものをいくつか挙げてみました。まずは日本国勢図鑑、これは日本の人口ですとか、あといろんな産業の生産量を集めたデータですとか、そういうものがまとまってる本なんですけど、これ毎年本が出てるので、まあなるべく最新のものを買ってクイズを作るといいんじゃないかなと思います。
あとは常用国語便覧って本があります。これはこう高校で国語の資料集として買うってこともある本なんですけど、特に古文や漢文、近代文学の作者の話とか、あと作品のあらすじとかが一通り網羅されているので、この本もソースに使うには有用な本だと思います。科学系だと中学理科用語集っていうのもいいですね。これは中学レベル、一部高校レベルも入ってますが、こう物理科学生物地学のことを一通り網羅して情報が載ってるので、そこからクイズを作るっていうのがいいんじゃないかなっていう思います。本だけでなくインターネットも適切なソースになり得ます。代表的なのは公式サイト、例えばアニメ魔法少女マドカマギカで要マドカのキャラクターボイスを務めた声優は誰っていうクイズを作るときに、まず魔法少女マドカマギカの公式サイトに行って、そこの要マドカのキャラクターページに行きますよね。そうするとキャラクターボイスを務めてるのが誰かっていうのが分かります。あるいは政府統計、これも適切なソースの代表例です。政府統計でググっていただくといいんですけど、そうすると政府統計の総合窓口っていうのが出てきて、各省庁が頑張って調査している結果っていうのがここに公開されています。こうしたデータっていうのは国のプライドをかけて発信している公式情報なので、まあ、信頼し差し支えないということですね。まあ、信頼するしかないんですけど、じゃあ Wikipedia はどうでしょう。インターネット百科事典 Wikipedia、 これは実は適切なソースとは言えません。なぜならば Wikipedia っていうのは執筆者が匿名であって、原則として誰でも自由に記事を執筆することができるからです。運が良ければその道の専門家が記事を書いてるってこともあるかもしれないですけど、全く無知な人が当てずっぽに書いてたりとか、いたずらで記事を書き換えたりすることもあるかもしれません。 Wikipedia の記事が正確であるってことは誰も保証してくれないんですよね。なので Wikipedia は信頼性が高いソースとは言えないわけです。大学の授業でレポートを出されるときに Wikipedia の記事を参考文献しちゃいけないっていうのはこういうことなんですね。まあでもソースにしてはいけないですけど、当たりをつけるには結構使えます。まあ、例えば漠然と野球選手をテーマにしたクイズを作りたいなって思った時に、適当な選手の名前で検索すると、あ、この選手ってこういう活躍をしたんだってことはまあなんとなくわかりますよね。もちろん、まあ、そこに載ってる情報にはいくらかの嘘が含まれる可能性だってあるわけですけど、あるいは適当な選手の名前を検索して Wikipedia の記事がないってなったら、あ、なるほど、この選手はそんなに有名な選手じゃないんだなっていうことが大体当たりはつきますよね。あるいはこう択一式クイズで正解の選択肢と間違いの誤答選択肢を作るってなった時に、こう正答の選択肢に野球選手の名前を置いたら誤答選択肢にも野球選手の名前を置く必要がありますよね。その時にその正答選択肢の選手と仲がいい選手とか、あるいは先輩後輩の選手とか、そういう人物の名前を誤答選択肢に並べて入れる、こういう時に Wikipedia っていうのは参考になります。もちろんここで載った情報っていうのが正しいかどうかっていうのは Wikipedia 以外のソースで確認する必要があります。そして適切なソースを選ぶってことだけではなく、情報の鮮度を保つってことにも気を使わないといけません。例えば法律っていうのは変わります。最近だと日本で選挙権が20歳以上から18歳以上に変わりましたよね。あるいは普遍的な事実であっても変わることがあります。例えば脂肪が体内に入ると脂肪酸とグリセリンに分解されるって昔習ったことがある人はいると思います。だけど今の理科の教科書を見ると脂肪酸とモノグリセリンで分解されるって書いてあるんですよね。これは科学の研究が進んでグリセリンではなくて実はモノグリセリンだったってことが明らかになったからです。このように時間が経つことによって事実が変化し、せっかく作ったクイズが悪問になってしまうってこともあるので、クイズを作成するときはできるだけ新しいソースを利用するように心がけましょう。今回の話はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。